続いては西の女帝にはなれない上沼恵美子さんです。ダメよこれはね、これはね、我々あんまり笑うとね、ちょっと後で支障が出そうなんで。こんにちは。こんにちは。お名前は、はい、お名前は天才ピアニストマスミです。マスミさん、はい、今さ、M1 やってるじゃないですか、はい、M1 の司会、はい、上沼師匠審査員にいらっしゃるじゃないですか。いらっしゃいます。どうなんですか。違う、全似ても似つきません。実物は本当綺麗なんですから。本当に。え、本人と会ったことはあんの？まだないです、ね。怖いわ、本当に。本人に会ってから来て、本当に。さあ、それでは判定に参りましょう。はい。挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを、暫定チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを押してください。それではスイッチをどうぞ。どうでしょう。暫定チャンピオンの勝利。夏美さん。夏美さん、あれ、夏美さんコメント、はい、コメント、夏美さんコメント、はい、もうそっくりなんですよ。